ライナー都市、ユニフォームのもとに、大谷元 NFL 選手のマット・ライナー都市は17日、日時間18日のドジャース戦で、捕手役として始球式に登場。自身の X、旧、Twitter では、投球前に大谷翔平投手と握手される動画を投稿し、虜になったことを報告していた。続いて投稿された動画では、ユニフォームのもとに大谷アイテムを装備していたことも判明。どこで手に入れたの?とファンが注目している。ライナー都市は始球式に登場する前、防具をつけてベンチ裏に立っていると大谷が挨拶に訪れて握手を交わした。大谷から握手を求められたのは驚きだったようで、私がスターに夢中になることは少ないと綴っていた。その後の投稿では着替えの様子やムーキーベッツ内野手らと会話した際の動画を公開。ライナー都市は大谷のイラストとショータイムと描かれたブルーの半袖シャツを着用しており、その上からドジャースのユニフォームを着ていたのだった。グラウンドにはユニフォームに加え、キャッチャーの防具を装備しており、大谷アイテムが隠れていたことは、ファンたちは知る由もなかった。投稿には、そのシャツは、どこで手に入れたの?と注目する声や、私もオリジナル T シャツをゲットしたと、ショップサイトの URL を貼り付けるファンも現れていた。フルカウント編集部。